どんどんじゃあいきますよ、せーの、うらもあれバイバイ、うらも皆さん呼んどらしね、あ、これがあるけん行けんって、違う違う、そっち入り口あるからうん、何ここから行きたい、あ、何もう一回、あ、もう一回、なるほど、ちょっと足りなかったみたいな、じゃあそれでもう一回皆さん大きな声でお願いします、いきます、せーの、くまもん、はい、お待たせしました、こんにちは、イエーイ、はい、ありがとう、たつたち、イエーイ、たつたち、イエーイ、はい、ありがとうございます、お待たせいたしました、じゃあくまもん、はい、ね、あのちょっとそこあのステージで上がってもらえば、くまもん、うん、そっち、そう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 、なんか準備がいるな、いくよ、せーの、よいしょ、あら、よいしょ、はい、あとちょっと重くなった、あ、セーフね、まあ、乗れたけど、ごめん、しいね、ごめん、ごめん、いなかった、はい、というわけで皆さん、改めまして、おはようございます、おはようございます、熊本サプライズ、熊本隊隊長の、隊長の、隊長の、長い、ためが長い、ね、よっしゃ、ね、はい、というわけで今日もですね、皆さんの楽しい楽しい30分間をお送りさせていただきたいと思います、どうぞよろしくお願いいたします、ありがとうございます、はい、でね、くまもん見てください、今日もね、ほら、なんか前も後ろもぎっしりとお友達が来てくださってますけど、今日初めてくまもん見たよという方いらっしゃいますか、はい、豪華ですね、ありがとうございます、どうしたくまもん、あ、見たことある人も挙げとらせて、今日初めて会った人、今日初めて、今日初めて、今日は初めてもいらっしゃるね、はい、ね、巻いていきましょうね、はいはい、わかりました、はい、でですね、じゃあくまも早速ね、初めての方もいっぱいいらっしゃったけ、ちょっとご挨拶代わりに早速1曲踊りましょうか、うん、固まってるけど大丈夫、踊るよ、 OK、 あとまだ寝とるわけじゃないよね、動きが少ない、踊りますよ、 OK ね、なんかちょっと反応が鈍いで不安ですけど、じゃあちょっと1曲踊りたいと思います、じゃあね、くまもん何も踊ろうか、今日はちょっと寒いけん、そうね、体がいっぱい動かせるくまもんタッチも踊りましょうか、うん、タッチタッチ、これが体いっぱい動くね、はい、じゃあ今からですね、あのくまもんタッチという曲を踊るんですけど、くまもんタッチ知ってるよという方手をお願いします、はい、ちょっと少ないですね、はい、あの5、6名ほどでしょうか、ね、誰も知らんみたいな県くまもん、じゃあちょっとですね、このくまもんタッチ、とても簡単な手遊び歌になってますので、お友達のみんな、ちょっとですね、今からくまもんがくまもんタッチの説明をします、なのでよかったら一緒に踊ってください、お願いします、はい、じゃあいきますよ、ではまず皆さん両手をグーにしてください、はい、グーです、オッケーです。ありがとうございます。はい。そしたらですね、このグーにした両手をどうするんですか？今は。激しく振る。違う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 。違う。あの両手を振るのはあるんだけど、縦じゃないな。いや、横でもない横でもない。違います。正確には両手をぐるぐる回すの。こうやって。そう。はい、こんな感じで、ぐるぐるっと、はい、回してください。こんな感じです。ありがとうございます。かわいい。すごいアピールしてたけど。かわいい、かわいい。はい、こんな感じですね、やってください。そしたらですね、次は、くまもんの歌詞に合わせて、この両手を腰に当てます。いきます。せーの、くまもん。はい。そしたら次は、タッチで両手をパチンとします。いきます。せーの、タッチ。はい、ありがとうございます。ここからちょっと複雑なんですが、まずお姉さんがくーと言いながら口をタッチします、そしたら皆さんとくまもんは2回目のくーちで口をタッチしてください、はい、ちょっとややこしいので流れでいってみましょう、くまもん、ここからね、くまもんからいきます、はい、そうよ、分かってる分かってる、くまもんからいきます、せーの、
くまもんたちくちくちくまもんたちおなかおなかくまもんたちまゆげまゆげあらあらあらら皆さんとっても上手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バッチリ。もう皆さんはね、練習がいらんぐらいバッチリだったんだけど、くまもん、あなた今ちょっと眉毛のタッチおかしくなかった？本当？なんかあのお友達の皆さんからもちょっと笑い声が起きましたけど、ね、そんなことないねって。本当？ちょっとね、なんかね、怪しい雰囲気が漂ったけ、ちょっとくまもんだけもう一回眉毛のタッチのとこやってもらっていい？うん、そう、くまもんだけ、うん、僕だけね、ちょっともう一回いきたいと思います。はい、いきます。せーの、くまもんタッチ眉毛眉毛やっぱり、くまもん思った通りだった。ね、どうしたどうしたじゃないですよ、くまもん。あと眉毛今届いておらんかったわ。そんなことないで、いやいや、お姉さんこの目でちゃんと見ました。あと眉毛じゃなくて、お目目が触っとらした。そんなことない？本当？あ、分かった、くまもん。ちょっとね、あとはね、動きがね、こうパッと早かったけ、いや、そんなことないよじゃなくて、早かっただけ、ちょっとね、お姉さん眉毛に触れてるところがやっぱ見逃しちゃったけ、今度はね、ちょっと眉毛に触ったら、まあ、何も言ってない、いやいやじゃなくてね、笑うよね、あと、はい、でお願いだけ、あのちょっと分かりやすいように眉毛に触ったらね、一時停止してくる、ピタッて、うん、そしたらね、ちゃんと触ってたよって多分お友達にも分からんけ、いきます、いきます、せーの、くまもんタッチ眉毛眉毛、あー、やっぱりほら、くまもんそこおめめ、眉毛はあと5センチぐらい上、頑張れ、よいしょもう一回、よ、せーの、よいしょなんで足があるの、よいしょやっぱ届いとらんね。はい、そうなんです。実はですね、くまもんですね、ちょっとあの皆様より少しだけ頭が大きくて手足が短いので、ちょっとですね、そう、一生懸命今広げてますけど、ちょっと短いのでですね、あのちょっと頭の上の眉毛とかにですね、手が届かないんですよ。はい、こうやって、ね、眉毛っていつもこうやって頑張ってストレッチしてるんですが、なかなかね、伸びんね、よいしょ。はい、まあ、こんな感じでですね、あの届かないところも多々ありますが、あの皆さんはもうできる範囲でですね、はい、あの楽しく踊っていただければバッチリですので、はい、ぜひ一緒に踊ってください、お願いいたします。はい、じゃあくまも練習も終わったところで早速本番に行きましょうか。そうね、はい、それでは行きます。くまもんタッチミュージックスタート。Yeah!
私って自分で落とさんか、はい、というわけでね、くまモンタッチしてありがとうございました。イエーイ、とっても上手だったね、くまモン。すごい、早かった早かった、もう上手です、はい、ぜひですね、あのよかったらね、あの家に帰って他のお友達とかの子もですね、一緒にちょっと豆らんかったの、お家に帰ってぜひですね、他のお友達と一緒に遊んでみてください。OK、 はい、ありがとうございます。じゃあね、熊本ちょっと踊って体も温まったけん、うん、神々ね、気をつけろってね、はいはい、わかります。今年はね、あんま構わんように頑張るから、お姉さんも、おお、腹で笑われた、はい、頑張ります。はい、ね、熊本ね、ちょっと体も温まってきたけん、ちょっとブレイクしようか、ちょっとだけ休憩なんでて、ちょっと息上がってない、体が、あ、大丈夫、あ、さすが元気ね、男の子だもんね、クマもんね、まだ若いもんね、うん、何どうした、そっちに一人、何、向こう行って、ちょっと休んでこいって、違う、3分、そこで、違う、なんかあのお友達どこだったか、くるもくるって踊るの、3曲踊る、あ、3曲踊ろうか、すいません、やっとわかりました、ごめんごめんなさい、お姉さんよりあの皆さんお友達の方がよくわかってらっしゃるね、クイッ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 ク、今のお友達と変わるって言ってますけどね、ほらくまもん、じゃあほら、ね、今せっかくだけやっと分かってきて3曲踊りましょう、おはい、じゃあですね、今日はあのくまもんがなんか調子がいいみたいなので、もう1曲いきたいと思います、おー、はい、ハッピーくまもん、じゃあくまもん3曲、じゃあ次はあれかな、ハッピーくまもんですか、はい、じゃあ今からですね、ハッピーくまもんを、はい、踊りたいと思うんですけど、ハッピーくまもん知ってるよって方いらっしゃいますか、はい、ありがとうございます、さっきのくまもんたちとほぼ同じメンバーでした、ね、やっぱ前のお友達ね、しらさん、大掛け、これもちょっと練習しましょうか、はい、じゃあですね、これもちょっと練習したいと思います。このハッピーくまモンはですね、あの曲の途中途中でくまモンの名前を何回か呼ぶところがございます。例えば、大きな声でくまモン、小さな声でくまモン、元気な声でくまモン、ありがとうございます、まあ、こんな感じでですね、あのくまモンの名前を呼ぶところがいくつかあるので、ぜひ友達の皆さんにくまモンを一緒に呼んでいただきたいんですが、呼んでくださる方手を挙げてください、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一回練習をしましょう、くまモン、これも大事ですからね、はい、じゃあちょっといきたいと思います、ではいきますよ、せーの、大きな声でくまモン、小さな声で元気な声でくまモン、ありがとうございます、皆さんバッチリだね、くまモンね、 OKOK、 ありがとうございます。じゃあですね、今度は今と違ってちょっとですね、くまモンの名前をくまモンと、はい、どうしたくまモン、四つ前になって、あ、お友達同じポーズばしよったのね、お友達も一緒に読んでね、こだね、こだ、あのくまモンと伸ばして呼ぶところがあるので、ね、クマも話聞いとるでじゃなくて、今度はほら伸ばす部分ですね、するけ頭一緒にせないよ、時間分かっとるって、はい、じゃあちょっといきたいと思います、せーのと言いますので、皆さん長く呼んでください、いきます、せーの、クマモン、はい、オッケーオッケー、皆さんバッチリだそうです、はい、じゃあクマも練習もね、バッチリできましたので、はい、お友達、あの寝てた冷たいよ、結構床がいいかな、はい、ね、一緒に声を出して温まってください、はい、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか、はい、はい、ありがとうございます、クマもどうした、もうちょっと前におらんでいい、あ、OK、そこから行くのね、はい、それではいきます、ハッピークマもミュージックスタート、
モン。甘えた声、甘えた顔してますがダメですよ。はい、まあ、本当に美味しいですね。シェイクがいろいろありますので、ぜひ皆さん、これがこのステージが終わった後でもちょっと覗いてみられてください。はい、じゃあクマモン落ち着きました？まだね、まだ心臓ドキドキする。ね、何を誘ってるのかわからない、ね、皆さんに写真を撮って、あ、お水が飲み寄るとね、だけど冷たい今ないけん、クマモン。なんでごめんってだけよ、ほら。お姉さん今日ね、お金持ってきてないから。うん、お金ないの。そう、なんかその手つきやってたから、生々しいから。ね、笑いだすなって。一文なしなわけじゃないよ。お家帰ったらあるから。そんなにはない。ちょっとぐらい。ね、そんないっぱいもらってません。発給です。皆さんいいですから。って。そんな下げない。ほら、クマモン、あんたこんなことしてるんよ。あと最後の曲踊る時間なくなるにちょっと急ぎましょう。はい、じゃあですね、皆さんお待たせしました。それでは3曲目に行きたいと思います。3曲目はですね、やっぱり最後はクマモンのね、一番得意なじゃん。何、どうした？え、私に真ん中に出て踊れて。いや、それはちょっと遠慮しとくよ。そうなん、クマモン休もうとしないで。いやいや、ちょっと私にはね、クマモンほどの肌とかスター性がないから。お友達が拍手してたりしないでください。くまもお友達が困ったらしくちょっと戻ってきてください。無理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 ね。くまもお姉さんはね、くまもほどのね輝きを持ってないから。輝きあんたとやってよけひでしないでください。自分で言ったけど、だけどね、やっぱスタッフのあるくまもんが、ね、真ん中に立ってください。はい、余計なこと言わないで。はい、はい、お姉さんの体型は言わないでください。お餅を食べ過ぎましたって言わなくていいです。いいですよ。はい、じゃあね、もうほんと時間なくなるから行きますよ、くまもん。はい、それでは最後はくまもん体操で、はい、締めさせていただきたいと思います。くまもん体操は知ってるよって方いらっしゃいますか？はい、 ありがとうございます。だいぶさっきより増えました。はい、よかったね、くまもんね。でもこれもちょっとくまもんやっぱ知らない方が多かったけん、これも練習を入れましょう。はい、じゃあですね、今からサビの部分を
くまモンがお見せいたします。お友達の皆さんもぜひ手だけでもいいので皆様恥ずかしがらずぜひ一緒に踊ってください。お願いします。はい、じゃあいきます。まず左手を腰に当ててください。はい、腰です。はい、そしたらですね今度は反対の右手を斜め前にシャキンと出します。いきます、せーの、シャキーン。はい、これでかっこよく決まりましたら次はですね熊本県においでの気持ちを込めて3回手招きします。めっちゃ反応してる。ありがとうございます。めっちゃ反応してください。めっちゃ反応してる。かわいい子だった。お見送りを忘れないのね、偉いぞ熊本。はい、いきますよ。ここから3回おいでおいでをします。いきます、せーの、おいでおいでおいで、反対もおいでおいでおいで、そして大きく回してないないと。はい、としましたらここからですね今度は熊本県の有名なお城熊本城のポーズをします。熊本城のポーズはですねまず足を大きく開いてください。はい、足を開いてください。熊本、いや、なんで恥ずかしい、あといつもすっぱだからなぜここで恥ずかしがるの。いや、触らんでじゃないの。足はほら、熊もこうやって大きく開かんと熊本城のポーズできんよ、ね、はい、かっ、はい、ガシ、はい、こんな感じですね、大きく開いてください。はい、恥ずかしがらんでよかよか大丈夫、何も見えませんので。はい、そしたらですね、次は今度はね、熊も両手を使って頭の上で大きな三角形を作ります。こんな感じです。ありがとうございます。熊本、隠し寄る場合ではないです。頭の上で三角形お願いします。これは熊本城のですね天守閣を表せます。でいきますよ、かっこよくお願いします。いきます、せーの、熊本城。ちょっとですね頭の上でかっこよくとは言いましたが熊本ですね諸事情で頭の上で作れませんのでちょっと分かりにくいですけど顎の下で三角形を作ってお屋根を表せます。皆さんはですねちょっと一回聞いて音が切れちゃいましたのでね、ちょい行きます。はいはい、ごめんごめん。はい、皆さんは頭の上でぜひお願いします。ではこのポーズも3回いきます。いきますよ、せーの、熊本城熊本城熊本城、そして最後によかったー、かわいい、ありがとうございます。ここで皆さん言うんでやっぱり好きなんでしょうね。こんな感じでですね、可愛いポーズを取ったら、サビの部分は完璧です。はい、今ですね、ちょっとずつ動きながら皆様にアピールしてますので、カメラをお持ちの方、ぜひ撮ってあげてください。はい、ね、お尻、みんながフリフリってやるのが動いております。体操の時はですね、絶対に触れますので、今がシャッターチャンスですよ。はい、ありがとうございます。熊もほら、お外のお友達のも、あった。カメラ構えてくださったんですよ。よかった。反対ですね。はい、ありがとうございます。撮れましたでしょうか皆さん。はい、撮れました。よかった。はい、まあ、こんな感じでですね。他のサビ以外の部分もですね、皆さんクマモンを見ながらぜひクラゲでもいいので一緒に踊ってくれたらクマモンとっても喜びます。はい、じゃあクマモン準備は良かですか。オッケー。なんか結構ゆっくりですね。はい。それでは行きますね、行きますよ。なんかえらいスローモーションで動いてますけど、くまモン体操ミュージックスタート。
お疲れお疲れ。ちょっと深呼吸する？ゆっくりどうぞ。ちょっと息を整えますので少々お待ちください。全然読んで大丈夫、吸ってあげようか。おえ汚い、ごめん汚い足でいいよ、もうだからこれ掃除してね。はい、それではですね、お友達もありがとうね。くまモンが大好きなんだよ、くまモンね。ありがとう。あらよかった、笑顔になりました。はい、というわけでですね、本日はくまモンスクエアにお越しいただき本当にありがとうございました。熊本サプライズ熊本隊隊長のくまモンでした。ありがとうございました。くまモン、それでは今からですね、お友達の皆さんと熊本